こんにちはフリップジャパンの藤井ででですすまたお会いできて光栄です、えー、コロナに負けない人生とビジネスを立て上げるために、えー、今日までシリーズでですねお伝えしてきました今日はその最終回になりますそこで、まあ、コロナによる試練の意味と価値っていうことをですねこの機会に、まあ、大きなテーマですけど皆さんと一緒に少し考えたいと思っていますでいつものように一つの質問をさせてください、えー、あなたは このコロナによる試練からどのような意味と価値を見いだされましたでしょうか少し考えてみてくださいいかがでしたでしょうかいろいろと置かれている状況の中でですねえまあそんな意味や価値を見いだしている場合ではないっていうぐらい大変な方々もおられると思いますけれどもだからこそ実は試練の意味と価値をするっていうことが大事だと思うんですね。 そこで以前お伝えしましたこの2つの意味と価値を見いだすための視点をもう一度皆さんとこの最終回確認したいと思います。その一つは方向転換させるための支援試練を通してでなければなかなか私たちはですねえまあ慣れ親しんだ歩みをですねこの方向転換していくっていうことは難しいんですね。でも試練があるからこそそれを見いだすことができる可能性があります。 2つ目は、えー、ステップアッププアさせるための試練です、えー、実は人間として成長したり何か新しいスタートを切る時っていうのはですね多くの場合実は人生を振り返ると苦しいことつらいことがあったからこそ、えー、方向転換そしてステップアップすることができる、まあ、そんなふうにです、ね、なる可能性があるんですね。さあぜひ このような視点からコロナによる試練との意味と価値をですねぜひ見出していただきたいと思っています最終回ですので私自身のことをお話ししますと実は私自身はこのコロナによってこのすごくこの仕事が激減してですねもう収入が全くないっていうぐらいの状況になりましたしかしそんなだからこ,だからこそここには何か意味があると思ってですね まあ神様に祈るような思いを持ってこのことを通して私はこれからどう歩めばいいんでしょうかと祈っている時にですね本当にまさにステップアップそして方向転換する機会が与えられました具体的にはですね収入を単に多くしようとするんではなくて自分が本当にするべき仕事にフォーカスを絞りました結果本当に充実した毎日を送らせていただいていますぜひあなたも このコロナに負けないでそのような試練の意味と価値を見いだしてみてください。またお会いしましょう。